いさん、こんにちは。この間の運動会のことで聞きたいんだけど、ちょっと今お時間いいかしら。こんにちは、あかりさん。どうかされましたか？この間幼稚園の運動会があったでしょ？あなたの隣に若い男性の方が見えたんだけど、あの方って親戚か何か？もしかしてあなたの弟さんかしら？違いますよ。あれは私の夫です。え？そもそも幼稚園の運動会は子供の両親しか来れないルールじゃないですか。祖父母も親族もダメで、皆さんご夫婦揃って参加されてましたよね。まあ、それは私への嫌味かしら？私は主人が仕事だったから私一人で参加したけど。あれ、そうでしたっけ？すみません。でも嫌味で言ったわけじゃありませんよ。私の主人は皆さんの旦那さんと違って忙しいの。優秀な人だから仕方ないの。子供の運動会ごときで仕事を放り投げる他の主人たちとは格が違うんですからね。そうですか。ご主人の仕事が忙しすぎるとあかりさんも大変ですね。そんなことはありません。優秀な主人を持つ妻の宿命ですから。あなたの旦那より数倍すごい人なんですからね。ああ、そうですか。まあでも、あなたの旦那さんのお顔は認めてあげてもいいかしらね。え？整った顔で私が好きな顔立ちだわ。どことなく忘れられない元彼とも雰囲気が似てるし。メイさん、あなたあんな素敵な旦那さんとどこで出会ったの？お見合いかしら？夫とは職場結婚です。夫が私の部下だったんですよね。え？職場？しかも部下ってことは年下なの？恥ずかしながら年は6つ離れています。姉さん女房ってやつですよ。まあ、そんなに年が下だったなんて。道理で若々しく見えたはずだわ。親子競争でも1位だったし。若いと体力もあって助かりますよね。子供もそんなパパが好きって仲がいいです。そんな若いイケメンを手に入れるなんて一体どうやったの？どれくらいお金を積んだのかしら？え？だって年下の爽やかイケメンでしょ。そんな人がメイさんみたいな普通のおばさんを選ぶわけないじゃない。普通のおばさん？お金で迫ったんでしょ。ああ、それとも上司命令で強制結婚？あなた無害そうな顔して意外とやるわね。何を勘違いしているのか分かりませんが、夫とはごく普通の恋愛結婚です。そういう嘘はいいのよ。イケメンと結婚できた人は大抵卑怯な手を使っているものよ。それは一体どこからの情報ですか？確かあなたのお家って旦那さんが専業主婦をやっているのよね。はい、そうですけど。てっきり仕事もできないダサい旦那さんだと思っていたけど、まさかあんなにイケメンだったなんて。取られたくないからお家にいてもらってるのかしら？よくもまあそんな下世話な妄想ができますね。主婦については2人で話し合った結果です。私が仕事を辞めたくなかったので夫に主婦をお願いしたんです。なら私たちが仲良くなっても別にいいわよね。専業主婦同士だし。はあ？子育てとか家事の大変さって主婦同士じゃないとわからないのよね。だから私、旦那さんのお友達になってあげるわ。そんな上から目線の友達はいりません。夫は他のパパさんたちと仲もいいですし、気になさらないでください。あら、なら一層女性の友達が必要よね。今度お家にお邪魔させてもらうわ。イケメンの旦那さんによろしく伝えておいてちょうだい。困ります。うち君の実家とも同居してるんです。そうなの？じゃあ未来のお嫁さんとして挨拶もしておこうかしら。未来のお嫁さん？いやね、冗談よ。それじゃ旦那さんによろしくね。幼稚園で一番美人で素敵なママが仲良くなりたがっていたって伝えておいてね。メイさん、こんにちは。今頃お子さんとおとなしくお留守番かしら？はい。専業主婦の旦那さんもたまには息抜きしたいわよね。だから旅行とかもすごく大事だと思うの。安心してね。私がリフレッシュさせてあげるから。あの、何を言ってるんですか？あかりさんがうちの夫をリフレッシュ？あら、やだ、ごめんなさい。旦那さんたら今日のことメイさんに秘密にしていたのね。え、どういうことですか？メイさんにいいこと教えてあげるわ。実は私、今あなたの旦那さんと一緒にいるの。私の旦那とですって？ああ、突然のことでびっくりしたかしら。あなたの旦那さんと温泉旅行に来ちゃった。夫なら私と今デート中ですけど。
え？夫と温泉旅行ってどういうことですか？他の旦那さんと間違えています？そもそも浮気ってダメですよ。何言ってるのよ。私は今メイさんの旦那さんと温泉旅行に来ているの。旅館にもチェックインしたわ。今あのイケメン旦那は私と一緒にいるんですからね。いやだから夫は私の隣にいます。あ、もしかして夫の弟と一緒にいるんですか？え？弟？はい、夫には双子の弟がいるんですけど、今日から友達と旅行に行ってくるって言ってたんですよね。もしかしてお友達ってあかりさんですか？待ってちょうだい。双子ですって。あなたの旦那って双子なの？そうですよ。顔がそっくりですよね。でもあなたのお家に行ったら彼が出てきたのよ。毎日のデートも彼はあなたの家から出てきたし、帰っていたわ。一緒に住んでいますからね。え？今ちょっとした事情で義理の弟を引き取っているんです。夫は専業主婦ですが、ここ最近在宅ワークの仕事も始めたんです。子供が幼稚園に行っている間は近くのカフェで作業しているんですよ。何よそれ、私は勘違いで奪ったことになるわけ？そもそも人の旦那を奪おうとしないでください。一体何を考えてるんですか？うるさいよね。私は専業主婦仲間としてあなたの旦那さんと仲良しになってあげようとしただけよ。だいたいね、あなたなんかにイケメンの旦那なんて似合わないのよ。彼は私と結婚するべきだわ。そうですか。そんなに夫の顔が好みならぜひこのまま双子の弟と付き合ってください。え？いいの？彼なら独身ですよ。あかりさんが離婚さえすれば結婚できます。そっか、そうよね。顔が同じならわざわざ結婚者を狙わなくてもいいわよね。双子ってことなら私も同じで、可愛い年下くんだし。そうですよ、わざわざ近所の旦那を奪う必要はありません。なら遠慮なくもらっちゃうわね。温泉旅行から帰ってきたらすぐに離婚して慰謝料をもらって彼と一緒に暮らそうかしら。え、浮気した顔なのに慰謝料をもらえると思ってるんですか？何言ってるのよ。慰謝料っていうのは女がもらう顔なの。どんな理由の離婚でも男が女にごめんなさいってお金を払うのよ。いや、双子って本当に顔がそっくりね。あなたのイケメン旦那の弟は私がもらうわ。顔以外は夫と正反対の借金持ちですが、お好きにどうぞ。え？ちょっとした事情で引き取ってるって言ったじゃないですか。義理の弟は今実家から縁を切られていて、仕方なく期間限定で預かっているんです。実家に縁を切られた理由は多額の借金ですよ。借金？専業主婦で副業も始めた夫とは反対で、彼は無職のニート。倹約家な夫と浪費家な弟、貯金もしっかりある夫と違って双子の義弟は自己破産寸前の借金持ちです。そうなの？そんなに借金を抱えているの？イケメンだから彼女も途切れたことがないし、就職までは全てうまくいってたんですよ。そのせいでプライドだけは高くなって、会社で起こした大きなミスを謝れなくてその場でクビに。そのままギャンブルにはまって借金を増やしていたんです。私たちは次の就職先が見つかるまでという期間限定で双子の義弟を引き取っていました。ついこの間、新しく住むところが決まったなんて言っていたんですけど、もしかして赤木さんのお家のことですかね？そんなのダメよ。無職でギャンブル好きの借金持ちなんでしょ？私そんな人だと思ってなかったわ。まあまあ、イケメンなんだからいいじゃないですか。元彼に雰囲気似てるんですよね。そういうことは今関係ないの。無職なんてたとえイケメンでも論外だから、もう彼との浮気はこれで終わりね。そんな簡単に終われるんですか？義弟はかなり本気みたいですよ。え？旅行に行く前にもう自分の荷物まとめてましたし。俺は茨の道を歩むからこれ以上迷惑をかけられない。だから兄夫婦たちとも縁を切っておきたいって言われましたし。縁を切る？茨の道？双子のイケメン義弟はあかりさんに夢中ってことです。あんなニートの俺を褒めてくれる人はいなかったなんて言ってましたし。違うわ、あれはニートのことを褒めていたんじゃないの。専業主婦のことを褒めていたの。あなたの旦那さんだと思っていたから褒めていたの。いい感じに勘違いしていたようですね。おめでとうございます。どこがめでたいのよ。困ったわ、無職のニートに好かれるなんて。私たちは義弟と縁を切ることになったので、
どうぞよろしくお願いしますね。今後何が起きようと私たちは関係ありませんから。はあ、そんな逃げ方ずるいわよ。ああ、そうですよね。あかりさんの旦那さんから見たら近所の旦那家族に奪われたんですもんね。縁を切ったからといって済まされるものじゃないですよね。というわけで先に謝罪してきますね。え？あかりさんが温泉旅行に出かけているってことは旦那さんはお子さんと留守番中ですよね。ま、待ちなさい。主人に何も言わないでちょうだい。あの人は関係ないわ。え、関係者ですよ。あかりさんの旦那さんなんですから。待って、本当に待って。お願いだから何も言わないで。主人には友達と温泉旅行に行くって言ってあるの。なるほど、了解です。分かってくれた。だからお願いね、絶対に言わないでちょうだい。友達じゃなくて浮気相手との旅行ですよって訂正しておけばいいんですよね。違う、お願いだから何も言わないで。浮気なんてバレたら離婚になるじゃない。そしたら義弟と結婚ですよね。おめでとうございます。借金持ちと結婚なんてしないわよ。まあそれは二人で話し合ってください。温泉でリフレッシュすると気持ちも変わるかもしれませんし。それでは失礼しますね。あかりさんと夫の弟はすぐに温泉旅行から帰ってきましたが、時すでに遅し。あかりさんはご主人から離婚を言い渡され、すぐに家を追い出されたそうです。そしてそんなあかりさんに夢中な義弟もこのまま追いかけていき、どこかのボロアパートで二人ひっそり暮らしているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。